第473号自然災害2021年3月3日2021年を占う手天変地異で警鐘を鳴らしました。2月豪雨土星月地震13日時刻土星日大地午後11時7分ごろ宮城県福島県で震度6強の地震が発生しました。東北地震から10年の節目でこの地震も余震とのことです。また足利、栃木県、青梅、東京都、桐生、群馬県では大きな山火事が発生しました。この火災は人災から起こり自然の風や乾燥によって大きな被害となりました。気学の流れとの判断で気学下元期60年周期の今年は38年目にあたっています。522年間の2043年令和25年までは暗黒の時代と申してきました。人の生き方、核戦争、宗教、経済、格差社会、そして一番怖いのは自然災害、地球温暖化、地震、噴火、台風、洪水等です。この22年間の間に自然災害は想像を絶するような大きな被害が起こることになるでしょう。歴史がこの事象を証明してくれます。ここ30年以内に M 級クラスの大地震、関東地区、南海トラフ等が日本で起こる可能性が 80% 超と懸念されています。もし発生するなら30年以内ではなく22年以内に起こる確率が高いです。日本においても例えば大きな災害が発生し家をなくした場合は自力での復興が求められ、援助金は100万、200万だけです。二重ローン、仕事、高齢化、貯金残額、復興にかかる年数等抱える問題は計り知れないです。災害の多い国なのにもっと国からの援助があっても良いのではないでしょうか。いつも疑問に思うのは大きな災害が発生すると日本赤十字社には世界から多くの義援金、支援金、国、企業、著名人、富裕層等が寄せられます。その総額とどこに使ったかの報告が全然ありません。七不思議の一つです。例えば10万軒の家が倒壊した、土地は本人の名義である場合が多い。そのため家の建て替え費用として1000万援助金としたら1兆円です。すべて災害にあった時は国の援助金で建て替えるというぐらいの援助があっても良いと思う。予算の組み方、災害に対する補償等を重視してほしいです。防衛費が1年間で5兆円超えの予算がつくのに自然災害は個人の負担です。災害に対する教訓として備えあれば憂いなし、災害は忘れた頃にやってくる、この教訓を肝に銘じることです。